あの今回、時間的に、まあ、3040分程度といったところになりますけれども、まあ、最初の方に、ちょっとあの大和総研、まあ、私の自己紹介と、あとまあ大和総研で、ねまあ、こういったことをやってますよといったところを簡単に、まあ、あのご,あのご紹介させていただきまして、でその後、まあ実際、ESG 投資に対してどういう動向なのかですとか、あとまあ上場企業さんが、まあ、あの機関投資家さん含めてですけれども、まあ、どういうふうにまあ考えられているのかといったところをあのご紹介させていただければという,うに思っております。 でこの、まあ、サスティナビリティをやっていく中で、やはりあの、まあ、そもそも的になんなのみたいなやっぱりあのご質問とかあのが多いですし、あと、取締役会、まあ、上場企業の取締役会とかで、まあ、こういった ESG とか SDGs とかについて勉強会やってほしいと、まあ、こういったニーズも結構ありますので、まあ、そこのところでまあ使っている資料がまあ次の6ページ目以降のところになっております。でまず最初、サスティアビリティの概要といったところからご紹介させていただければと思います。